単語スピードマスター「アドバンスト2800」ユニット6体健康治療子供たちが健やかに育つようお祈りしました丸一日彼女の買い物に付き合ったらくたくたになった森さん病気で入院してたんでしょうんっそりしてたよ 練習がハードで10分でバテてしまった疲労が溜まっているみたいで体がずっとだるい過労でダウン寸前だよ急に寒くなったから体調を崩さないようにしてください病んでる人が多いんだね変な事件ばかりだよ注意されたからってそんなに気に病まない方がいいよ またあの苦痛を味わうくらいなら検査なんかしなくていいさっきから寒気がするいつ発作が起きるかわからない手足が麻痺している腫瘍を取り除く手術を行ったばい菌が入るからちゃんと蓋閉めて重症患者を先に避難させた 運転手は重傷を負った模様だ。患者は危篤状態です放っておくと慢性になるよちゃんと休まないと風邪をこじらせるよ上の階の騒音でノイローゼになりそうこれは単なる生理現象で普通のことです貧血気味なので朝は苦手な方です 彼は嘘をついているときまばたきが多くなる瞬く間に勝負がついたパソコンを長時間使うと目がかすんでくる寝たきりの祖母を介護するため母はパートをやめた一人暮らしの難点は病気になったときに介抱してくれる人がいないことです処置が遅れていたら 助かからなかったでしょうこんな山の中に診療所があるこれは強い薬なので医者に処方してもらわなければなりません薬の副作用で眠くなることがあります医者に「絶対安静」って言われたユニット7お金彼は今農業で生計を立てています。 1> 1ヶ月の収入は手取りででどれくらいですか報酬はいりません何かお手伝いをしたいだけなのでボランティアなのでもちろん無償ですこれらの書類は所得の申告の際に必要です経営を立て直すため会社は資産を処分することにした事業計画は承認されたが問題は 財源をどう確保するかだ銀行から融資を受けられることになった高い買い物をした後なのでしばらく契約することにした決済方法には銀行振込やカード払いなどいくつかあります交通費などの実費は後で生産します家計はいつも苦しいです。 ずいぶんお金を浪費してしまったと後で後悔しましたユニット8地球自然晴天に恵まれた中いよいよ決勝戦を迎えます日曜日の国際フェアは雨天決行なんだって雨天の場合試合は翌週に順延となります わあ、土砂降りだね。ちょっと弱まってから行こうか霞んでるから遠くの方が全然見えない現在大気の状態が不安定で突然の雷雨の恐れもあります県では河川の管理区分を大きく3つに分けている夏はよくこの川の土手に座って花火を見ました 下流の方はやはり水が汚い山の頂には誰もいない小さな小屋が一つあるだけだった内陸部は空気がかなり乾燥しているここで通信衛星の軌道を正確に記録しているユニット9動物・植物この団体では、 保護した動物を野生に返す活動をしているトラは草の陰からゆっくりと獲物に近づいた丘には赤や黄色の花が咲き乱れていた秋はさまざまな果物の収穫時期ですユニット10学校教育大学受験に失敗したので 1>, 1年間予備校で勉強することになった息子は進学か就職かで進路を迷っている市が主催するパソコン講座を受けることにしたこの分野の専門家を養成する機関が不足しています同じような問題が過去にも出題されていたこのコースでは講義に加えて 実技指導も行いますイメージが先行しているが本当においしいのか実際に食べてみないとわからない理論的には可能だけど制作には莫大なコストがかかる教授は宇宙の誕生について新しい仮説を唱えたこの問題については主に3つの学説がある。 医学的な観点から言うと、このダイエット法には効果がありません。同じ言葉でも、見方によって定義の仕方が異なる。難しい用語などには注釈をつけています。この方法が有効かどうか、これから検証を行います。システムが環境に与える影響について考察をします。 顧客との間で信頼関係を構築しなければならないこの研究ではこれまでとは全く違うアプローチが取られたではお配りしたレジュメに沿って話をしていきます